全日本総合エアロビック選手権大会は、日本エアロビック連盟が主催する、エアロビックスダンス競技の全国大会である。正式な大改名は、文部科学大臣杯鈴木ジャパンカップ大会、全日本総合エアロビック選手権大会。1984年、前年に発足された、フィットエアロビックインターナショナルアソシエーション、日本本部主催により、 日本初のエアロビック競技会として、ドールカップ第1回全日本エアロビック選手権大会開催。1990年に、鈴木ワールドカップ世界エアロビック選手権大会が開始されると、それに連動して、翌1991年より冠も、鈴木ジャパンカップに変更された。大会は、都道府県大会、地区大会、全国大会に分かれて行う。 4月から7月までの間の都道府県大会、9月から10月までの地区大会を経て、11月上旬頃に開かれる全国大会に進出する。なお、第33回まで全国大会開催地区、大会は全国大会の前日に同一会場で行っていた。第34回からは東日本地区大会が東北大会と統合され、 全国大会が2日間開催に変更された。第28回まで全国大会は東京体育館で開催されたが、第29回は大会史上初となる西日本開催として、兵庫県ヶ崎市のベコム総合体育館で開催された。第30回は再び東京に戻すが、会場は大田区総合体育館に代わり現在に至る。 一般の部最高得点者には、文部科学大臣杯、ユースの部最高得点者には、NHK グローバルメディアサービス杯が授与される。また、翌年開催の鈴木ワールドカップ予選も兼ねており、上位入賞者に出場権が与えられる。2017年の第34回大会より、全日本総合エアロビック選手権大会に、解消性別、年齢、 人数によって以下に分かれる。太字は文部科学大臣杯受賞者。ドールカップ時代はテレビ東京ザスポーツにて放送されていた。鈴木ジャパンカップに変更されてからは全国大会の模様が NHK で放送される。第28回までは約1週間後に NHK 総合テレビ週末午後で放送されていたが第29回以降は NHKBS1 に移された。ありがとうございます。